高等学校は、埼玉市西区西優馬にある県立の高等学校である。生徒数は、男子200人超、女子500人超で、女子生徒が多い。2年から、文系、理系に分かれる。同じ校舎内に、埼玉県立を宮北特別支援学校埼玉、西文校が設置されているが、校舎の一部を共有しているだけで、授業や行事などは別に行っている。 体育祭や文化祭は合同で行っている。校舎のあるグラウンドはサッカーコート一面分くらいしかないため、校舎から徒歩約五分の場所に第二グラウンドがある。2009年3月に堤防工事の関係で野球専用グラウンドが現在地に移設となり改修された。場所は埼玉市西区西優馬2337で、隣には埼玉栄高校のグラウンドがある。 公立高校では珍しく外野は天然芝となっていて、グラウンド横のスペースにブルペンが新設され、ここにも天然芝が張ってある。6名同時に投球練習ができるようになっている。その隣にはサブグラウンドがあり、ここでもティーバッキングやノックができるようなスペースがある。男子は濃紺のブレザーに灰色のスラックス、ストライプ柄のネクタイ。女子は 男子と同色の濃紺のブルザーにチェック柄のスカートでリボンを着用する。女子はスカート以外にスラックスも着用可能となっている。大学進学よりも専門学校進学や就職する生徒が多い。2014年度の合格者が多い大学順に、駿河台大学4名、直美学園大学3名となっており、他の大学の合格者は数名程度となっている。 ありがとうございます。